第一に水ですね。水と緑が多い。で、周りを見ても古い建物、新しい建物、時代劇に使いたいなというものもあるし、現代劇でもいいなというものも両方行けるという場所にあった。そういったことが一番大きいでしょうね。それからまた調布は古くから映画の街調布と言われたぐらいですから、記念すべき場所もあるわけですね。ハイキングがてらに見て歩くこともできるだろうというふうに思いますね。まあ作るということ、それから学ぶということ、あと楽しむということ、まあそういったことをテーマにして映画について親しんでもらおうという取り組みはしてますね。それに今度はあの映画館ができましたから、まあ私は映画の街調布も皆さんに親しまれる街になるなというふうに思ってますね。